ぜ。忘れたぞ、おじさんめんもいいデュービーデュールール。ブルーレイ DVD 読んでますよ、アザデルさん。全3巻発売中。聞いてますよ、アザゼルさん。はい、はい、皆さんこんにちは。聞いてますよ、アザゼルさん。パーソナリティのアザゼル淳役の小野坂雅也です。さあ、さあ、そしてですね、今日も今日とってまた豪華なゲストが来てますよ。来てますよ。なんでこの役でこの作品に出たのか、よく問題ありですね、うちの事務所は。さあ、さあ、今日のゲストはこちらの方です。どうぞ。皆さんこんにちは。豪華ゲスト、天使サリエル役の草尾武でした。わー、でしたじゃないよ。でした。ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何や豪華ゲストってこれ毎回豪華ゲストっていうことで、ね、でも神谷くんとか来ちゃうんだもん。豪華ゲスト、豪華ゲスト、中井くんとか豪華ゲストだ総力を挙げてね、某事務所、某事務所。たまにヘボカーくんとか来ちゃうから豪華じゃない時もある、ね。まあ総力を挙げて総力を挙げてねえ、草尾くんはどう思った、これ何がどこどう思ったの、どこあの原作なのか内容なのかキャラクターなのか小野坂雅也なのか、どれサリエル来た時どう思いました？あの台本を読んだ時に、うんうん、意味わかんねえと思って意味わかんそれであの原作のコピーを、漫画見た？コピーをね、コピーもらったんだ。コピーをね、ちょっと台本だけだと理解できないと思うんで、うんうん、コピーもお渡ししますって、うんうん、台本のコピーを読んで、うん、ふーんって思って、うん、でそこのサリエルの話しか見れないから、うん、前と後ろがわからないじゃん、うん、あ、そこしかもらえなかったんだ。そこしかもらってないから。そうか、だからこれどんな始まりでどんな設定でどんなお話かっていうのがいまいちわかんなかったのね。だけど、うん、わかんない方が面白いかなと思ってみんなそう言ってくるよね、うん、なんかでキャストを見て、あ、うん、そういうことかと思って、あ、なんかマーヤンの胸を借りようみたいな、マーヤンの胸を借りようみたいな小野坂雅也様についていこうってそんなことを思いましたよ。そうか、でも、はい、あの台本読んだだけじゃあの死刑がわからないじゃないですか。はい、顔がね、わかんないね。言ってることは別にあの普通でもないけど、まあ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 はい。でもすごい顔だったじゃないですか。そう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 、顔はだから最初見た時に、うん、いや来たーと思ってもう超俺頑張ると思って超俺頑張るでね、あのアフレコ当日にそうだ、あの顔、うん、顔の声を出したのね、あの顔を超える声、うん、どうよっていうのをすっげー作ってそれ聞いてみたい、すっごい研究してやってって、うん、テスト何事もなくテストが終わったらその開始のね、モニターとかダメ出しで、うん、2枚目でやってくださいって言われて、はみたいな。根底から覆す。ちょっとだから、そういう変な声を作ってたの。うん。朝から。一歩に合う声でしょ？そう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 。そりゃそうだよね。誰でもそうだよね。そうそうそう。普通ね、プロのね、声優さんとしてね、うん、そういう声を作ってたのに、うん、急に2枚目でやってくださいって言われたから、もう一番。2枚目出ないけど、急にとか思って。ちょっと動揺しながらやりました。一番あれだね、言われたら困るね。なんでこれ最初から言っといてくれよみたいな。もうありましたね。そのクレームは神谷くんも同じことを言ってたので。やっぱり。うん、やっぱり神谷もなんか可愛いペンギン。そう、可愛いペンギンの声を一遍出したらなんかちょっと後ろがしらーってして、ちょっと冷たい空気になって。あれはでもさ、良かったの？ああいうことで。オッケーですよ。そっか。じゃあいいや。だって、自分は格好をつけてるんだもんね、天使だから、ね。この先は、うん、あの、オッケーがどこにあって、監督なのか、そうですね、出演者なのか、見てくれてる人なのかっていうとこが、原作ファンなのかっていうのが全くわからなかったので、もうなんか託しました、いろんなものを。どうよってこう、まな板の上の声みたいな。まあ、監督が悪いですね。悪いかどうか分かりません。ちょっとびっくりしたぞっていう思い出がありますね。そうか、はい、まあそれがあれだな、悪魔的トークだな、悪魔的トークだな。あ、そうなの。それじゃあそろそろ始めましょう。聞いてますよ、アザゼルさん。読みますよ、アザゼルさん。はい、こちらは普通歌のコーナーです。ということで、一週間前に、
その佐野くんが、その、あの、すいません。何あ、浅瀬さんのテンションは、うん、役なの今。砂の。素ですよ。やめますよ、浅瀬さんって言ってるのは。あ、それ役じゃなくて砂なんだ。砂の野坂まさ。言いやすいからです。わかりました、すいません。浅瀬さんって意外に言いにくいんだよ。言いにくいね。浅瀬さんって言いにくいんだよ。言いにくい、言いにくい。なんかあの、これの、も言いにくい、あの、あの、サブリミナル告知台本っていうのをやらせていただいたんですけど、うん、ちょっと言えてねえけどいいやって思いました、もうね。草尾くんはめちゃめちゃ優秀だよ。優秀、優秀。トロチクビも、サリエルも優秀。みんな途中でもう嫌になってやめるもん。トロチクビって。あ、すいません。話残しておりまして。普通歌のコーナーですね。お願いします。いきますよ。はい、あ、一週間前に告知したのに、草尾くんにすごいメールがいっぱい来たって。内容がいっぱい来たって。数が。内容がって何？数も内容も同じでしょ？内容がすごいメールがいっぱい来た。あ、すごいね。ああ。番組的に。いやいや、大丈夫です。ここはね、そんなにすごいメールは。ここかよ。うん、いきますよ。はい。ワニワニワーさん、女性の方からいただきましてありがとうございます。ワニワニワーはどんな字ですか？はい、これは、なんて言えばいい？ひらがなです。ひらがなです。ワニワニワー、棒です。我々は的な。ワニワニワーなのかな？ワニワニワー。ニワさんって方じゃないかな？なるほどね、うん。すいません。はい。そんな、お前。色、好奇心旺盛なんで、ね。ペンネームつけてんのに、いろんなこと聞いて何、庭さんって言っちゃってんだよ。すいません。はい。小野坂さん、草尾さん、こんにちは。こんにちは。私の中の草尾さんは、うん、某バスケアニメの、あったね。スラダンダンクですね。はい。の主人公をはじめ、かっこいいキャラクターを、よくですね、俺。サムダンスクヤかっこいいキャラクターを演じていれ、いられるイメージなので、サリエル役をやったのはとても衝撃を受けました。はい。草尾さんがゲストなのはとても嬉しいんですが、うん、アザゼルさんの、しかもサリエル役のゲストという点はすごく複雑です。草尾さんは、サリエル役が来た時どう思いましたか？別にどう思いません。普通、あ、ね、仕事の一本だから。草尾くんさ、はい。草尾くんは3枚目役とかって、振られることあんの？あるある。どう最近だって、うん、あの、人間じゃないやつばっかだよ。人間じゃないやつばっかだよ。例えば。妖精とか。妖精？ロボットとか。え、妖精やって？妖精どんな？あの、プリプリと。ああここって。いや、あれさ、はい、男子が、はい、あの、可愛いキャラの声出すときって、はい喉死なないの？ね、喉じゃなくていろんなところがちょっと再構築されて、うん、再起動して、ちょっと1ヶ月ぐらいかかったらできるようになるまで。だって、あれシリーズじゃないですか。うん、で、前作とかその前の作で、うん、坊関智一とか山口勝平がそういうことでやってしまったでしょ？やってる。だから、気持ち悪いわと思って。それを継がなきゃいけないじゃないですか。ああ似てるからね。そう。だからその路線で言い張ってくれって言われて。うん、あ、言われるんだ。うん。俺は俺じゃないんだ。それで、番組が始まる、それより前に、おもちゃの声取りが先にあったわけですよ。うん、はいはいはい。まだ誰も、うん、誰も聞いてない、誰も声も聞いてない時に、いきなりおもちゃの声からやってくれって言われて、それで、相方役がイリノミュウ君だと。うんうんうん。年20個離れてますけど。ミュウ君ね。それで、ミュウ君と一緒にスタジオ入って、じゃあミュウ君どうぞって言ったら、一緒に入ったんだ。いやいや、草尾さんどうぞって譲り合ってたら、うん、ミキサーさんが、いや、それ先輩からでしょう。草尾さんお願いしますって言われて、で、まあ、誰も見たことも聞いたこともない、その、妖精、ね、生き物のキャラクターを、やったわけですよ、一生懸命考えて、ピュッて一声出したら、後ろ大爆笑。ひどくね。おいおい。それはいい方の爆笑なんだ。あんたたちってやらしといて大爆笑ないだろう、みたいな。合ってたのそれは。わかんない。それでやったのもう、最終的に。もうやって。あ、じゃあそれ正解だったのね。だけど、そのおもちゃの時の声と本編の声やっぱ微妙に違うんだよね。まだできてないから。それは、だって5回目ぐらいまでは安定しないよね。そうなのよ。だからそんなこともあって、結構ね、2枚目よりは、そうなんだ。割と、性格が、あと、ちょっと歪んでるとか、うん、どんな実は犯人だったとか、そんな役がなんか多いですよ、もう。へぇー。まともな、こう、まっすぐな2枚目とかは実はありそうでないんですね。だってさ、その某、バスケアニメの人だってさ、はいはいはい、ずっと怒ってんじゃん。怒ってんじゃん。あ、そうか。ずっと叫んでんだよ。テンション高い役だったもんね。ずっとそれで何か、ぬーって怒ってばっかりいて、うん、なんか割と、普通な役はそんなやってないんです、ね。そうか。ストレートな2枚目。あれ？当選機は？あれぐらい。あれぐらい。
あ、そうなんだ、うん。あの時代のあれぐらいで。あとはなんかみんなちょっと癖のある人ばっかり。だって、バスケ漫画をやっちゃうと、あのイメージすげえ強いから、うん、ああいう役を振られるもんね。うん。次からはね。そう。大体叫ぶ人。うん、大体叫ぶ人。今妖精なんだ。今妖精とかロボットとか、まあ、人間以外。ロボットって何？ちっちゃい人とか大きい人とか。ロボットって何？ロボットって。ロボットなんか片言で喋るっていう。我々はっていう。我々は的な。へぇー。そんな役とかね。いいなぁ、面白そう。いや、あなた中身が面白いからいいじゃないですか。いやいや、そんなことないですよ。素で面白いんだから、まあや。面白くても、はい、面白い役来ないよね。なかなか。なかなか。それは本人が面白いから、役は本当面白いんだけど、分かんなくなっちゃってるんじゃないの。そんな。役を超えてご本人が面白いから。そんなことないですよ。面白いってんじゃないんだよね。小野坂氏はね。だって昔からそうだもんね。女変わんないですね。関西人ってみんなそんな人なのって。俺昔聞いたことがあると思うんだけど。言ってたね。大阪の人ってみんなそうなの？そうそうそう。でも、あれじゃん、その時代が時代だったらその NSC とかさ。そうですね。そっち系で。入ればよかったね。今なんか、ダウンタウンぐらいのね、その辺の人たちと肩を並べて、兄さんとか呼ばれてったっていう想像もできたし。絶対ずっと小劇場でやってるわ、俺は。ほんと。テレビ出へんと思う、あんまり。あんまりでしょ。で、関西から、ダメな方だと思う。来た、ついに来たって。そうそう、みたいな。来た、東京進出や失敗、みたいな。ね、なんでだから、その、割と最初からそうだったけど、今も思うのは、なぜ小野坂正也声優なんだろうって。今もあんまり声優らしいことやらせてもらってないですけどね。いやいや、とんでもないですよ。はい。こちらは、生贄ネーム、さすがだ、雪村。あ、おい、これやってるやんけ。あー。男前。ゲーム、それでも。この間俺やりましたよ。マジ？ DS になってから。ね。それもね、一番最初にやって、うん、で、ソフトがすっごい売れたじゃないですか。で、全然知らなくて、うん、ゲームとかあんまやんないんで。うん、あれ有名になってると思う。パート2になって、うん、パート2が出ますって言って、うん、あ、草さん前やったやつなんですけどって言われて、うん、やってないよって、はい。で、え、何役やったの？って言ったら、真田幸村ですって言われて、あ、真田、え、そんな役なんだって、で、なんか見たら、あ、うん、なんとなく話を覚えてる。それで、主人公は誰？みたいな。主人公は誰？誰が主人公なの？って聞いちゃうよね、あれね。聞きましたね。だからなんか、結構後になってから、すごい大ヒットゲームなんだっていうのが。そうですよ。そうですよ。ゲームはね、だいぶ前に撮っちゃうからね。そうだね。うん。売れてること分かんないからね。うん。もう大人気ですからね。はい。小野坂さん、ゲストの草尾さん、こんにちは。こんにちは。ついにゲストに草尾さんがいらっしゃってしまうというの、いうことで、はい、初めてメールさせていただきます。ありがとうございます。私は、草尾さんといえば、爽やかだったり、熱血だったり、かっこいいキャラクターのイメージしかなかったので、はい、アザゼルさんでサリエルの声を聞いたときは思わず大笑いしてしまいました。なぜサリエルに草尾さんがキャスティングされたのでしょうか、ね、みんな言うね。これも監督の中和作戦の一環なのでしょうかということで。何中和作戦って。申し訳ないんですけども、はい、うちの中井くんがこの役やってるんですよ。この赤いトカゲの役。はいはい、このトカゲなの？トカゲなんです。こいつ。ちょっと待って、これペンギンでしょ？ペンギンです。これは本当なんだ。俺はね、わかんないです。犬です。犬顔って言われてますけど。なんだろうね。わかんない。で、これトカゲ。トカゲなのね。で、裏に。足ばいてる。いっぱい牛とか、人魚と猿ね。はあ、これで、中井くんがこのトカゲをやってるんですよ。はあはあ、このトカゲは、ド M キャラなのね。ド M キャラなのね。ド M。ド M なんだけど、はいはい、攻められるのが好きなんだけど、はい、女に対して、異常なる、はい、男尊女卑を持ってて、中井くんまんまじゃないですか、それ。中井くんまんまじゃないですか、それ。で、ツバをずっと女に吐き続けるんですよ。中井くんまんまじゃないですか。中井くんまんまじゃないですか。それで、中井くんのファンの方すいません、本当に。はい。それで。それで、漫画では、先生が言ってたんだけど、漫画では、一番不人気キャラなんだって。そうなんだ。で、みんな可愛いじゃん、悪魔ってちっちゃくて。女の子食いつきそうだもんね。そうでしょ？可愛い。ぬいぐるみみたいじゃないですか。中身知らなければね。でも、こいつだけ人気ないんだって。それで、どうしようかって、アニメになった時考えた時に、監督が、人気ある人入れちゃえ。人気ある人入れちゃえ。って言って、中井くん。ああ。刀持ってるからね。刀だけだ。それ水島監督そこだけ刀だけだ。そうなんです。そっか、今刀を震わせたら、うん、日本で一番そう、中井くんしかいないからね、もう。侍キャラって中井くんが小西くんしかいないから。
もう、二人しかいないから。それでか。はあ、はあ、それで、入れたら、うん、女子にものすごい人気ないのね。だから、人気ないの？そう、中井くんを入れたの。うん、そしたら、ちょっと、浮上してきたわけ。なるほどね。そしたら、天使とかの役って、この中だったらもう本当に、ひどい役じゃないですか。ひどい役じゃないですか。そうかな。ひどいでしょ。ひどいでしょ。他にひどい人いっぱいいるから。いやいやいや、ひどいって。ひどいって。はい、顔も。うんうん。まあね。顔も。デッサンは素晴らしいよね。うん。素晴らしい。インパクトあるよ。すごいインパクトある絵で。はい、それで、人気ある声優入れたら、そのまた天使も人気出んじゃねえかっつって。それで、監督が。そうなんだ。そういう人たちを。だって、次出てくる天使、藤原さんだからね。ああ、そう。またこんな顔なの？藤原さんは、ニートです。ああ、山登りの。基本だね。基本だね。でもそれもね、ちょっとだから、そのさっきの話戻るけど、うん、天使じゃん。うん。悪魔じゃなくて天使側だから、うんうん、で、割とこの目線が悪魔側でお話が進行してるから、だから悪魔から見たら敵じゃない、うんうんうん、だそういう、あ、敵役なんだなとかも考えましたね。それでこうちょっと悪い感じで。悪い感じの、でも変な声の人って。じゃあ本当ここでですね、草野くん作ってきた役を一言。無事だった思わず。はい。やっていただけませんかね。どれだろう。これ原作本が今ここにあるんですよね。2巻の後半だ。これだね。これだね。はいはい。はい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 。ちょっと待ってくださいね。はいはいはい。いきます！うんうん。私の名はサリー。人間界の正義と秩序を守るため天より舞い降りた天使だ。みたいなね。粛清してやろうか。あ、そういう、ちょっとあれ、陰湿な感じの、そうそうそう。変態でやったのね。変態で。ああ。で、だから最後の、なんかその、戦うっていうかなんか連れてっちゃうぞ、みたいなとこだけ、普通に戻して、あ、天使だったんだ。その、天使なんだけど、こう人間の世界来たら、なんかそんなキャラになっちゃったっていうような、役なのかなと思って自分の中で作ったのね。そうそうそう持ってったんだけど。持ってったのに。物の見事に。2枚目でやってください。恥ずかしい。すいません。あれ言われるときって恥ずかしいよね。ちょっとね、びっくりしました。ねえ。はい。ひどいよな、水島。いや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 。こちら、イケニエネーム、はい、赤だるまさんからいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。小野坂さん、草尾さん、こんばんは。こんばんは。サニエルさんのセリフで印象深いものは何と言っても、トロチクビですが、実際お二人はトロチクビっぽい乳首を見たことがありますか？一体トロチクビとは具体的にどんな感じなんでしょうか？私、今年33歳の女になりまして、最近自分の胸が気になっています。20代とは違うのでしっかりメンテナンスして、男性が見てグッとくるおっぱいのままでいたいんです。お二人は女性の胸や乳首、どういうのがお好きですか？ぜひ教えてください。教えてください。やっとこう、うちの番組的なものが来ましたけど。なるほどね。トロチクビって何ですか？トロチクビですよね。トロチクビ。問題は。トロチクビ。これ何だろうね。トロチクビを考えようのコーナーですよ。はい。トロチクビ。トロチクビ。トロチクビっていうのは、ま、トロって言ったら、マグロの中で最上級でしょ。トロ。おぉ。そういうことを考えるとですね、トロっとした乳首ではなくね。お？最上級の乳首のことをトロ乳首と。あんたすげえや言うんじゃない。さすが、まさかまさや。だって、そうだ。いい乳首って。トロっとしてないよね。トロっとしてない。だから今聞いてて、トロっとしちゃったら、なんか味気ないっていうか、溶けちゃダメじゃん。感じてない女だもん、そんなの。ね。もっとビンビンに感じないと。硬さとか、そういう存在感がないといけないでしょ。そうですよ。乳首はもう硬くないとダメですよ。だから、最上級の最上級ってことですよ。わかったわ。勉強になりました。ちょっと待って。あ、ちょっとそれを考えるコーナーだから。取り直したいな、俺。トロ乳首ってことしたらね。トロ乳首そうだ。最上級のって意味だ。多分。だから。そうだね。赤身乳首、中トロ乳首、トロ乳首となるんじゃないかと俺は思うんだけど。すげえ、そういうこと言ってるとき、のそのキラキラしたあなたの目が好きですよ。変わらんね。若い頃から変わらん。トロ乳首どうなんですかね。最上級の乳首っていうことだと思います。おお、今決まったの？うん、いいんじゃないそれで。草野くん的にはどういうのとかないの？あれは、なんていうの、見て楽しむっていうのは、これだから女性が、思う、いいおっぱいと、男性が思ういいおっぱい、微妙に違うじゃん。違う。違うじゃない。うん。
だから、みんな女子は、うん、あの、男は胸が大きい人が好きでとか言うけど、なんかその実際こう、フィット感だったり、うんうんうん、相性だったりってするでしょ。俺は後ろから。あんた巨乳好きだもんね。で、抱いた時の、この手の。手はやんなくていいから、これを見せられないのが残念だ。ここのところに乳首がはまるのがいいです。ああ、なるほどね。でも実際はそんな人ばっかりじゃないんでしょ。そうですね。それ理想だもんね。実際は胸が小さい人の方が多いですもんね。ああ、なるほどね。うん。うん、だから、あの、相性だと思うから。そうですね。ただ、その、自分で今のね、方みたいに気にされて、うん、メンテナンスしようっていう心がけはすごい大切だと思う。そうだね。うん、そういう気持ちがある女性の方が僕は好きですね。うわ、美しくあろうって思う気持ちや。このラジオの中ですごいいいことを言いながら締めようとしてる。締めよう、別に。はい、ということで、読みますよ。アザゼルさんでした。トルチクビ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 トルチクはい、こちらは、アクタベ探偵事務所の無料相談所として、皆様の依頼に悪魔的な解決方法をアドバイスするコーナーでーす。いいえ。じゃあ行きますよ。はい。こちら、生贄ネーム、あずちゃんのアナル、略してアナルちゃん。あ、いつもありがとう、アナルちゃん。はい。君のアナル、どんなのだろうね。私の悩みは、はい、私が働いている会社の上司の文字が下手すぎて読めないことです。思わず笑ってしまうくらい読めません。手書きのデータを入力する際に読み間違えてやり直しなんてもしょっちゅうです。これでは仕事の効率が上がりません。でもさすがに上司なので下手すぎて読めませんとも言えません。どうしたらいいですか。あの俺たちは、はい、サラリーマンじゃないから、はい、こういうこの上司からの仕事を君打ち直してくれみたいなことって経験ないじゃないですか。ないね、ないね、うん、でもこれって会社だったらすごいよくあることでしょ。人の書いてる字を、ね、うんうん、自分で、あの、読んで、うん、こう、まとめるみたいな。うん、本当に字汚い人って、読めないでしょ、うん。読めないね。読めないね。声優って字汚い人多いでしょ。多いね。多いね。あの、台本、人の台本読んだら絶対わかんないもんね、うん。あの、こんなことは言っちゃいけないのかもしれないけど。言っちゃいけないよ、じゃあ。意外と、うん、女性で、綺麗な人少ないよね、綺麗な字の人。冷めないあれ。綺麗な字の人少ないよね。うん、台本、だからその、生の字を見る機会あるじゃないですか、うん、俺ら台本に書いてあったりして。で、女性って、人気女性アイドル声優みたいなことが、ちょっともう、あの、お姉さんで、でも、うん、ほら、いい女系。そうですね。女性声優さんみたいな人がさ、うんうん、えっていう字書く人いるよね。ミミズみたいな字書く人いるよね。いる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 。あれ、冷めるでしょ。冷めるっていうかね、びっくり。でも、よく考えてみて、うん、あ、だからああいう芝居ができるんだな、みたいなところに、落ち当たって、自分で腑に落とすみたいな。わかるわかる。うん。俺もあの、俺も字汚いんだけど、字汚い女の子は冷めます。そうかもね。あの、あれが冷めるもん、年賀状が。あるね。うん。で、逆にすっごい綺麗な字で、うん、文章も丁寧で、うん、うわー、会ってみたいなーって会わなきゃよかったみたいな人もいますよね。そうそう、なるなる。なるなる。草くん、どっちもダメになっちゃってるから、どっちかあげとかないと。そうだね。ありがとう。あれ、どうなんですかね、うん、字って、はい、損得すごいありますよね。ありますね。あの、綺麗だったら絶対得するもんね。あ、それは間違いない。だから、綺麗な字を書けた方がいいと思います、女性は。うん、頭ものすげえアホなくせに、字綺麗だったら、はい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 、頭いいんじゃないかな、本当はって思っちゃう、ね。思う思う思う。あれ、本当アホなくせにね。ね。だから、ボールペン習字やらないと。ニコちゃん。日ペンの。まだあんのかな。あれ、大人気でしょ。でも、本当に上手くなるのかな。それが、なんか、俺聞いたことあるんだけど、周りにいたんだよ。やってた人が。それで、なんか1ヶ月で、マジ綺麗になったって言ってた。マジで？マジで？あれ。1ヶ月で効果出んだったら、いいよね。いいよね。だって毎日、草くん毎日。やってんだね。こうやって。書いてる書いてる。こうやってやるんだよ。あーなるって書いてる。あーなるじゃない。あーしか書いてねえ。これずーっとやるんだよ。これじゃあ上司に勧めるか。そうですね。練習時。もしくは、俺、今、この、悩みを聞いてて思ったんだけど、うん、この、アナルちゃんが、うん、
見えた通りに打つ。見えた通りに打つ。私にはこう読める。私にはこう読める。それいいかも。それで、お前間違ってるぞって来た時に、うん、こう書いてあるじゃないですか、だってって。だってって。なんかねえかわかんないもん、これってなっちゃうね。うん、なんかねえかわかんないっていうか、もう、あえてそのまま打って。ザザザザザ。やってみるっていう。これは仕事の効率を上げるっていうよりも、その上司さんとのコミュニケーションって関係を深めるっていう、そういう方にこう転じていったらいいんじゃないかなと思いましたけどね。さすがやね。さすがやね。ずっとでもこれイライラしてたら仕事はかどらないもんね。だからちょっとわざと間違えてみたりね。イライラして。わざと間違えて。あ、こう私にはこう見えますって。君はあれだな、なんか最近の原稿間違いが多いな。つったら、うん、いやこれ私見た通り、こう書いてありますよねってどこが違うんですか、逆にどこが違うんですか、それは嫌みたいな、どこが違うんですか。でもそこまで言わないと気がつかないかもしれないですね。そうだね、はい、本当迷惑ですからね、上司の人聞いてたらね、聞いてないと思います。日編やってください。はい、こちら生贄ネームかなうちゃんからいただきました。女の子ですね、ありがとうございます。私はT シャツに関する会社に勤めていて、うんうん、社長をはじめ社員は T シャツがスーツ代わりなんです。いいね、いいですね、軽装で仕事ができるので楽なのですが、 T シャツのせいで男性社員の立っている乳首が気になって気になって、どうしても仕事に集中できません。また白い T シャツを着ているとうっすらと乳首が透けて見えてしまいます。目の行き場に困ってしまいます。なるほど。どうしたらこの乳首地獄から逃れられますか。なるほどね。乳首地獄。夏って乳首地獄 T シャツが多いでしょ。はい。乳首地獄。乳首が乳首地獄立って見えてる人って多いでしょ。はい。乳首地獄。冷房とか急に入るとね、うん、寒くなるからね。うん、あれ気になる女の人いるんですね。いますね、きっとね。でもこれさ、夢のような職場じゃないですか、ある意味。まあいい男ばっかりだったらね。いや悪い男でも、なんかだって何にもないよりそういうドキドキがあるわけでしょ。絶えず。やっぱそう考えなきゃダメなんだな。そうそう、これ夢のような職場ですよ。で、あの人はなんかいい形してるなとか。あ、乳首のね。この人意外と顔こんなで、うん、こんなちょっとぽっちゃり系だけど、うん、すっごい綺麗なんだなっていう。乳首だけ綺麗だなっていう。そういうなんか楽しい妄想をしていけばいいんじゃないですかね。なるほどね、それは。そうですよ、こんな全然夢のような悩みじゃないですよ、これ。悩みじゃないから。何ですか。わかんない。これさ、うん、逆に考えたら、うん、夢みたいなことってわかりますね。夢みたいな。だって女の子がみんな乳首見えてるわけでしょ。はい。女の子だったらもう本当に男性社員すごい夢みたいな倍率高い会社だ。そうですよね。こうじーっと見てしまいますよね。そうです。はい。別にその下じゃないんですから、立ってるのが乳首なんですからね。そうですよね。全員結構立ってる職場っていうのも怖いですからね。まあある意味ね。だけど立ってないよりいいかもしれないですよ、もしかしたら。そうなんかも。うん。なんかいい方にいい方に考えた方がいいよ、こういうの。でもまあ。真面目な会議してる男性が前の、うん、ホワイトボードにやってる時に、まあトランクスしか履いちゃいけない会社だとして、うん、今日の会議なんですけど、こちらの商品のことについて、まあ今日はいろんなことにっつってるのにずっとポンポン立ったままなんだよ。そしたらなんか、あ、このプレゼンに命かけてんだな。立ってて、思うじゃないですか。生きり立ってるポが。はい。このプレゼンに命かけてんだな。思うね。かなおちゃん、うん、草尾くんが。うん、それは素晴らしいことだ。そうだよ。って言ってるよ。いい会社じゃん。T シャツで着てよくて。ねえ。乳首が毎日見れる。いろんな人の乳首が毎日見れる。チェックできるんだから。みんなの乳首比べができるんだよ。そのうち、それを見ただけで、うん、あの人こんな人って言い当てられるようになるか。性格とかもね。そう。乳首マスター。乳首マスターだ。乳首マス。かなうちゃんは乳首マスになります。はい。乳首マス。乳首マス。はい、皆さんからの依頼お待ちしておりますよ。実践してみたという生贄はその結果も報告せよということで、依頼ですよ、秋田部さんでした。サリエル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 これが欲しかったのですよ。呼んでますよ、アザゼルさんのブルーレイと DVD。 暴露ですよ、ベルゼブブさん。もうちゃんと言った。こちらはバズナの能力を持つベルゼブブの技にかかってしまった方からのメールを紹介するコーナーです。
すごい。ベルゼブブさんって言いにくくない？ベルゼブブさん、ベルゼブブさん、ベルゼブブさん。あ、なんかそう言われると言いにくい気がしてきた。こちら、いけにえネーム、変態1個でごめんなさい、女の子からいただきました。ありがとうございます。いえ、まあ、名前ですね。はい。はいはい。私は、言葉攻めをされるのが好きです。M だ、M。エッチの時、黙々とされるのは少し冷めてしまうんです。お二人は、言葉攻めは好きですか？ぜひとも教えてください。言葉攻めは好きですか？好きです。言葉攻め。俺ね、M か S で言うとどっちなの？エッチの時？いや、普通も、どっちでも、エッチ。変わるんだ。変わるんだ。ん？変わるんだ。いやー、なんでそんな照れてんねん。これね、草君、人によるかな？相手によるんだ。相手によって変われる。カメレオン的な。カメレオン的な。カメレオンマサヤみたいな。カメレオン、そう、カメレオンアーミーですね。アーミーですね。わかんない人はいるかもしれない。カメレオンアーミーもね。カメレオンアーミー。俺ら万歳って感じだけど。はい。あ、そうなんだ。草君はド S でしょ？ド S。ねえ。うん。M の気持ちわかんないの？え、わかる。あ、わかるんだ、やっぱ。うん、わかる。M の気持ちはわかるけど、イラッとするから。イラッとするんだ。え、本当にそんな人いるんだ。いる。俺、普通だと思ってるのね、自分のことを。違う、違う。いやいやいや、思ってるね。思ってると考えて、想定して。普通だと思ってるんですよ。だから、相手が M だったら、言葉攻めしてあげることもできるし、で、S 系のある女の子で攻めたい女の子だったら、もうすごい乳首舐めてって言っちゃう。こともできるんですよ。ね、でも普通だと思ってるんですけど、うん、理解できないのが、うん、S だけとか、M だけの人が理解できないんですよ。だから、俺もだけじゃないよ。どちらかといえば。その時ってね、うん、女の子が、エッチの時に、こう上に乗っかって、乳首を舐めてくるとするじゃないですか。うん、気持ちよくないの？気持ちよくないの？いや、そんなことないよ。相手による、それも。気持ちいいとするじゃないですか、うん、もし、うん。じゃあ気持ちよくなっちゃいました。うん、そしたら、ちょっと自分にイラッとするの。しないしない。気持ちいい。そしたら、倍返しです。倍返し。あ、それが S なのかそこか倍返し。なるほど、女の子にとってもそれはいいことですね。そうかどうかわかんないけど、うん、割となんか、負けず嫌い系ですね。そうなんだ。じゃあもうどんどん、あれですね。前技が伸びてきますね。ああ、そうだね。うん。バカじゃない。やべやべやべ。そうなんだ。はい。そうか、S の人ってそういうことか。それを S っていうか、M っていうか、詳しくは知らないんだよ。うんうんうん、そこまでそんな追求したこともないし、うんうん、話とかね、そういう、ノリでそう言ってるだけだけど、うんうん、もしそれを S っていうなら S じゃないかなって。うわぁ。もっと続けてほしいとかってなんないんだよ。人による、もうやめない、俺はもうすぐやめないでって言っちゃうんだけど、行きそうになるまでは。だからなんかそれを頼むんじゃなくて、そういう風に仕向けるんだよね。仕向ける。うわうわ、誰かもそれ言ってた、 S の人。うん、自分からは言わない。言わない。うわうわ、 S ですな。で、あ、気づかなかったねって言ったら諦めるみたいな。うわ、はい、次行ってみよう。それ S です。それ S って言うんですか？ S です、ね。わかんないですけど。そうなんだ。はい。そうか。言葉攻めをしてくださいっていう女の子がいて。はい。全然わかんない方の、ね。わかんないよね。何を言ってほしいのかわかんないって言ったら、それがいいっつって言ってた。はぁ。どうしてほしいのって言われるのがいいんだって。ああ、すごい。なんていうか、プロフェッショナルだね。プロフェッショナルですね。職人だわ。言葉攻めってそういうことなんだね。そうそうそう。何をしてほしいか言ってごらんっていうのが言葉攻めなんだって。ああ。どうしてほしいの？なるほどね。どうしてほしいって聞いてるって思う。あ、俺ね、無口になるね、逆に。だから。そう言われたら。S だね！無口になって、で、本当にこう、ギリギリまで追い込んでから、うん、ちょろっとだけこう、飴を与えて、おう、じゃあまた次回みたい。うわ、俺もうどうしてほしいって言われたら、舐めてほしいですって言っちゃうな。あなたはだってオープンだもん。オープン開いてるから。でも、だいぶなんか、なんていうか、はちゃめちゃじゃなくなったよね。はちゃめちゃじゃないですよ、最初から。いやいやいや。真面目ですから。なんか、やさぐれてた時期あったじゃないですか。やさぐれてないもん。その発言とか言動が、
やさぐれてないもん。なんかそういうことあるんだろうなって、さりげちゃってんだろうなっていうのが。なんか、上品な下品になったみたいな。上品な下品。下品な下品だったのが、上品な下品になられたような気がします。もう完全におかしいじゃないですか、精神的に。え、違うの？おいおい。全然ちゃうね。声はとっても爽やかなのにね。爽やかですよ。うん。セックも爽やかですよ。クンクンしたいって、もうはっきりと言いますから。そういう爽やかじゃないけど、まあいいや。はい。ねえ、ということでね、はい、変態1個でごめんなさいちゃん。わかりましたか？そうだよ。言葉攻めはね、いいと思う。頼めばいいよ、だから。ねえ。言葉で攻めてって。言葉で攻めても違うんだろうな。ご本名がわかんないですけど、うん、その、パートナーの方に、ね、うん、自分の名前を呼んでって頼むといいかもしれないですよ。え、それはどういうプレイですか？言葉攻めの延長で、だから、やってる時に、自分の名前を呼んでもらうっていう。みゆきみゆきとか、そう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 。あえて呼ばせるって。そうするとね、言葉攻めの人幸せになれると。マジで？マジで？そうなの？そうなの？名前から始めんだ。名前から始める。名前から始めんだ。名前から始める。まさやって言って。そういうこと。よ、名前呼んでって。え、俺嫌だ、ものすごい冷める、まさやって言われたら。うん、それは、今、してないからね。マジで？最中にそういうモードに入ったら。嘘！まさやって言われるのがいいの？また違う世界が見えてくる。マジで？うん。それで見えてきたら、あなたは M なんだねってことだから。うわぁ、勉強になるなぁ。はぁ、そうですか、うん。名前呼んでもらったらいいと思うよ。名前ってあるんだ。うん。で、本当にこの人がみゆきっていう名前だったら大笑いじゃない？みゆきちゃん。みゆきちゃんになってるもん。みゆきちゃんは、あれかな？みゆきって呼ばれるのが好きなのかな？うん。それとも、みゆきちゃんって言われるのがいいの？いや、呼び捨てがいいと。みゆきがいいの？あだ名とかだな。ダメ。みゆき。ダメだ。みゆきがいい。本当の自分を見てほしい。あ、なるほどね。みゆきのここ、こんなになってるじゃないか。あ、それそれそれだけ。うわぁ。はい。皆さんもベルゼブブには気をつけてくださいね。以上、暴露ですよ、ベルゼブブさんでした。アザゼル、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 さあ、それでは最後にラストのコーナー、生贄ですよ、アザゼルさん。このコーナーは、今週、魔界から召喚された方のために、魔界からじゃないけどね、今日は。天界から召喚された方のために、パーソナリティがその働きぶりに応じて、生贄を与えるコーナーです。はい。プレゼントなんですけど、はい。あ、そうなんですか。うん。はい。今日、沢くんにはこちらをプレゼントです。はい。もう楽しみ。何ですか、はい、これ。沢くんにはですね、これ間に合う受けしそうな、トロ乳首には及びませんが、はい、吸ってくださってもいいですよ。大きさ硬さが4種類ある哺乳瓶の乳首です。はい、それ何 S、 ね、長さが違う。ええ乳首の、乳首のこれ、草くん新しいプレイができると思ったんですけど、だけど M とサイズがね、うん、M と S と L とあんだ、うん、ここまでわかんじゃう、うん、Y っていうのがある。 Y って何？ Y って何？ Y Y Y って何？ Y って何？ Y これあれですよ、女の子の前に持ってって、うん、君のはどれだつって聞くのいいんじゃないですか。どうかな、セクハラにギリギリなんないんじゃないですか。どうかな、君の乳首どれつって、で、あ、もうやめてください、これですっつって、じゃあこれ今君の目の前でこれ吸ってやるからみたいな。真剣に作られてる商品なんだよね。うん、なんで面白いこと書いてあるの？うん、なんかそのタイプのさ、うん、説明が書いてあるんだけど、うん、M は、うん、の説明は、うん、Y では時間がかかるときって書いてある。え、どういうこと？わかんない。どういうこと？わかんない。これ妄想を膨らまさせてください。詳しくは言いません。え、M が Y では時間がかかるときで、S は、うん、S はね、うん、0ヶ月から2、3ヶ月頃までっていうような、そのちっちゃいよね、うん、どんなお子さんにこのサイズがいいですよとか。 Y って何なの？それは教えない。なんで？Y 何なの？ Y は何でしょうね。じゃあ L は、 L は、 L はどうでしょうね。なんで教えてくれないの？もっと飲みたいときって書いてある。 L？ うん、 L もっと飲みたいとき、うん、いやらしいですね。唾液の分泌を促しって書いてある。
唾液と顎や頬の筋肉発達も助けます。ああなるほど、唾液を出さないと。やっぱこういうところからトレーニングしていないと大人になってから困るよね、女子はね。ベベベベこの話もうねさあということで今日ははい、ありがとうございます。これ、はい、いただきました。はい、家でちょっとトレーニングして、うん、ピヨピヨの。ありがとうございます。こちら読んでますよ。アサゼルさんの3巻が最近出たとこらしくて、24日、はい、8月24日に出まして、はい、こちら今手元にありますけども、はい、今回はですね、うん、全3巻なんですよ。全3巻。それで3巻が収まる分のボックスがセットになっておりまして、いい、ね、便利だ便利、はい、で今回は6匹の悪魔たちのオープニングだった。あ、はい、国沢君はい、プレゼントとしてですね、はい、これおまけがいつも入ってるんですけど、はい、今回俺がアザゼルさんのコスプレをして神社に行くっていう、すっげえお出かけですよ。アザゼルさんっていうのが入ってます。入ってます、うん、本当にコスプレしてんの。コスプレっていうか、まあまあまあ、カツラかぶって、羽つけてるだけですか。まあ、そんなに似てはいないです。ラニでしょ。ラニ。ラニ。上半身、ラニ。ラニじゃないよ。肌色のシャツを着ている。着てんだ。うん。なんで、弱気じゃん。裸だったの？神社行ったら捕まるんでしょ？そういう作品にしろだって。作品だけどさ、そんなことを DVD にして。そうだね。さすがの。タレントさんとして結構、さすがにキングも出せないでしょ。結構危ないやね。それ現実的に考えたらそういうことか。そうなんだよ。そうなんだ。現実的にやるにはもう T シャツ着るしかないんだよ。いや上品になったな。草尾くんの見てた俺って違う人じゃない？違わないよ。違わないよ。俺はだからもっとなんか関西人が濃かった気がする、昔の方が。あ、で関西の人ってすげえなーって。中居くんじゃないそれ。中居くんはちょっとさ、エセ関西人みたいなとこあるじゃんエセじゃないけどね、ちょっとさ東京にかぶれちゃったみたいなさ役所の人ですよ元。だからちょっとちゃんとしてますよ。長いものに巻かれろみたいなことがあるじゃん。だけどマーヤはずっとマイペースっていうかゴーイングマイウェイっていう。それはだって役者はみんなそうでしょ。だからすごい後輩たちにあんな先輩見習えって俺は思うんだけどねなかなか小野坂正代を継ぐ人が出てこないね、うちもね。だから関西地方でこのラジオをお聞きの方、ぜひ小野坂正代を継ぐ人が変な人来ちゃうって、だから業界に入ってきてほしいなって思います。変な人来ちゃうでしょ。ぜひ NSC に行かないでねうちに来てください。では聞いてますよ、アザゼルさん第25回はここまでです、はい、お相手はアザゼル敦史役の小野坂正哉とサリエル役の草尾武でした。次回も来てみます。だって日本撮りだもんね、バカ野郎次回更新は9月6日火曜日です。では皆さん、またアクタベ探偵事務所でお会いしましょう。それではさようなら。